れ、なんでこんな痛い思いしてるの？それが地球は一つしない原因だよ。左ターンの時の膝の使い方が良かった。それまではこういう風になる。これこっちの足首が曲がってるとこう調整して同じ角度になる。これが伸びてきてると。全身使いたいですね。今のだと動きとしてはこれだけなんです。やめて、うんとがっつり押してっていいです。ゆったりしてますから。あとアンギュレーションだ。これしっかり入れてきてるので、じゃあすごい良くなるよ。これまだまだこうだから、ね。昨日写真撮ったのよく載せたんだけど、今度見てみようかな。こうだって。じゃなくてこれ。立てて。これぐわーっとボール腰当ててから。なんだ。おーうまい。今一番最後の右ターンすごいいいスキーやつだ。そうするとスキーがさカーブしてくるんだよ。よし、やぶ。はい。はい。気持ちいいし。また寄せよう。余裕ある。なんかでもまたでも晴れて軽いな。さっきの風は何だったの？うん、なんかちょっと今ビリビリ。あそこなんだ。なんだ。最後の2つは、はい、ちょっとすごい怖いチスラローム並みのとこだったんですけど、それまで上良かったです。前にゆったりゆったりなんで。はい。忘れないようにして、それとできるだけ遠くを見てするんだと思う。なぜかというとボールゲート多分手前しか見てないから、行き当たりばったりになって、その場であゲート来たなってちょっと、またゲート来たなって先を見てどこを取ったら早く行けるかと、先をどこを取れるか、それ今鳴らす段階になってるから、なるべく先先先を見てする。はい、いいですね。はい、これ35乗れなかったらやばいよ。
なんだって横に押しちゃうんだろう。はい、で横に押すな、横にこうやって押すんじゃなくて、はい、近づけ、足元と体を近づけて押さなきゃいけないのに、はい、今のだと逆の動きになって突き放す押し方なの、はい、あれじゃあ足場に逃げて曲がるもんが余計曲がらない、このセットだったら曲がるはずだよ、はい、そういう風に変えたんだから、とにかく乗り方を